はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆さん、どうぞよろしくお願いします。はい、太ももに変なへこみがあったんです。っていうのも、免疫抑制剤で、むくみとかしびれとか麻痺とかっていう副作用がね、免疫抑制剤の副作用が、人によって出てくるんですけども、それがまた出てきてるみたいなんですよ。で、2月ぐらいに、膝下からつま先までちょっとむくんでるっていうのを以前の動画で多分話しさせてもらってると思うんですけどもね、その時でも皮膚の表面がしびれてたりとか、ギュッてこう足をね押さえたらね、指の跡形がつくというようなことがあって、あ、すごいむくんでんなっていうのがあったんですけども、それを先生に相談、病院の先生に相談したら、むくんでるね、ほんまやね、これも免疫抑制剤の影響ですねっていうふうに言われたんですよ。さらっと流されました。でもそれが今また今度は膝下だけじゃなく太ももにも影響です。腰から下ですね。お尻はなんかもともとね柔らかい部分なんで、そんなにこう押してへこむのがないんですけども、それが太ももにも出てるっていうのが、この前椅子にね座ってる跡形がくっきりつくというのが、3日ぐらい前に分かりまして、お風呂上がった直後の僕の足を見た奥さんが、あんたはめっちゃ足っていうか太ももへこんでるで、なんなんそれって言われて、でパッて見たら、へこんでるんですよね。普通に座ってたというか、なんでしょうね、そんな肩がつくような感じで座ってたようには思ってなかった、記憶ないんですけども、明らかに椅子の肩が、椅子に座ってた後のへこみが太ももについてるんですよ。へこんでましたね。翌朝まで残ってましたし、8時間ぐらいちゃんと寝てるんですけどね、それでも8時間経ってもへこんでたと。今はね、取れてますけど、ちゃんと正常に戻ってますけども、でもその時でもこう足さすって見てみたら、こうやっぱ、しびれてるんかな、でもこんなもんやろって思ってたんですよ。その太ももに関しては、最近ね、太ってちょっと足の太さも、やっとなんかこう元気な頃の足の太さに戻ってきたなって、思ってたんですけども、でもよう考えたら免疫抑制剤から来るむくみ、しびれ、麻痺やったっていう話でした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。